はい、皆さんこんにちは。エナです。サカです。エイティブログです。今日はちょっとだけ愛知県内観光をしようかなと思って、豊川と豊橋をちょっと今日は見たいと思います。早速やってきたのが豊川稲荷です。お参りしましょう。ちなみに俺愛知県内に住んでるけど、豊川稲荷とか豊川とか来たことないので、初めてでございます。恥ずかしい。さっきこの地図をもらって、それに従って一回ぐるんと回ろうかなと思います。京都の伏見稲荷が多分一番有名だと思うけど、そうだね。これが同じレベル。有名なのが狐がめちゃくちゃいること。不思議な感じはする？しない？あ、赤じゃない？違う、これは神社でしょ？奥はお寺でしょ？あ、本当だ。え、なんで？そういうこと。あ、コラボレーションしてるの？コラボレーションしてる。これめっちゃ可愛くない？それぞれのデザイン。キツネちゃんとか、これもキツネちゃんとか。今なんかちょうどお経読んでるんじゃない？うん、めっちゃ私はこれが好き。落ち着くよね。あ、でも暑い。ここで立つと暑い。ちょっと日陰に行こう。確かに急に雰囲気変わるね。狐がいっぱいいるところがあっち。本当だ。おー、まためっちゃ雰囲気が変わる。今度は森の中に。狐の顔かわいい。あ、みんな違うんだね、顔が。いや、みんなニコニコしてるでしょ。性格が出るんじゃない、狐にも。ああ、そうだね。ちょっと怒りっぽいやつと、いつも笑ってるヘラヘラしてるやつと、この人ちょっと、真面目かもしれないね。あれ、全部スポンサーでしょ？お金をお寺にあげた人でしょ？会社とか。あ、そうかもしれないね。LT ブログも出せばいいんじゃない？やろ。あの子可愛くない？なんかでもちょっと警戒してる。お母さんもちょっと警戒してる。そうだね。こう、うん、私と一緒。ここ。そう。ここね。おー、すごい。すごいすごい。何匹いるんだろう。数えてみましょう。そんな暇な人じゃない。はい。の意味がわかる？わかりません。じゃあ、視聴者さんに質問です。わかる方がいましたら教えてください。お参りしたね。はい。全身蚊に刺されたね。そう、やばいよ。やっぱ森の中は蚊がいっぱいいるね。撮影しながらだと時間かかるから、蚊にとってはありがたいよね。こいつらずっといるやんってなって、あ、食べよう食べようってね。蚊も美味しい。マジかゆい。ここまたなんかいろんなスポットスポットあるね。おみくじあるんじゃない？いいのかね、書いてないなら。普通に頭ぶっちゃうよ、あれ。最後、二人の運勢を占ってみましょう。おお、おみくじ。私は読めないよ、日本語のやつ。だいたいなんか難しい言葉で書いてるでしょ。ああ、そうだね。読んであげる。ありがとう。
嘘をつかないでね。はい、結果は吉。吉。吉。2人とも吉でした。だからまあ良くもなく悪くもなくじゃない。そうだね、でまず俺、はい、俺はね、思わぬ人から助けを得て幸せになるとか、目上の人と絡むとお幸せになるとか、うん、願い事が叶うって書いてある。幸せになるってことだね。よかったね。今幸せじゃないってこと。まあまあ。で、レナは、ね、商売がうまくいくって書いてある。やったー、ビジネスが成功するってことだね。そうじゃない。あとは、多分人とのコネクションが多分ね、いいよって書いてあると思う。いいよって書いてある。こうサマリーすると、人と絡むといいよって書いてある。一番上です、ね、うん、はい、OK。 お昼過ぎるのでお腹減ってきましたよ。豊川といったら稲荷寿司を食べなきゃいけないらしい。ああ、そうだね、稲荷寿司有名だね。ちょうど商店街の入り口に稲荷寿司いっぱいあるよ。いっぱいあるね。種類が、うわ、美味しそう。でもミックスがいいんじゃない。ミックス両方の味が楽しめます ね。はい、よっしゃ。おお、すごい。こんな感じで。おお、美味しそう。マスクを取って、ああ、幸せ。汗びしょびしょだけど、ね、こんな感じ。おお、いただきます。うまっ、うん、おいしい。お稲荷さんって甘いもんね、ちょっとね。うん、わさびもいただきます。うん、うん、どっちが美味しい？わさび、めっちゃうまい。これ本当になんか甘辛いのが美味しい、うん、そうだよね、相性良さそうだもんね。うん、最高。で、出来たて作るおすすめバーグ、中ひでかって周りを油揚げで挟む。この油揚げに店長のうちの愛情がもうものすごいこもってるので。ありがとうございます。ありがとうございます。うまそう。すごい。わお。あと350円でめちゃくちゃいいね。まあ、美味しそう、本当。本当にカリカリ。いただきまーす。めっちゃサクサクって音聞こえるね。うん、もうこれはもう、うん、野菜もなんかパリパリしてとても美味。この商店街の半分のお店がいなり寿司を売ってる。それ以外の半分がうなぎを売ってる。お稲荷さんとうなぎ、それしかない。おたか団子屋さんある。そうだよ、おたか。顔、みたらし団子。うん、一個。ありがとうございます。みたらし団子、帰り道にみたらし団子見つけてしまいました。うん、うん、うまっ。